おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在アメリカ合衆国のミズーリ州の大学で野球をしております。さて、いやちょっとバタバタしておりまして申し訳ございません。更新が遅れてしまって、部屋のですね、シャワーとか、いろいろ水道とかあるじゃないですか。お湯が出ないっていうアクシデントに見舞われておりまして、冷水しか出ないんですよ。で、3月なんですけど、気温もね、夜になると氷点下なので、超寒いんですけど、でシャワー浴びれないみたいな感じで、友達にシャワーをね、借りに行ったりだとか、いろいろちょっとしてるわけですが、そんな感じでちょっといろいろバタバタしておりました。そうですね、ちょっとシャワー浴びれないっていうのが、ちょっとすごく、辛くて、でしかも今スプリングブレイク中、春休み中なんで、修理の人が全然来てくれないといったところで、じゃあどうするのかみたいなところで、しばらくちょっとこの困難が続きそうだなといったところで、なんだか辛いなといったところですか。はい、なんとか乗り越えてね、で明日も試合で、で1日空いて明後日も試合かなみたいな感じで試合が続くんで、なんとかちょっと頑張りたいなといったところでございます。ということで本題に入りたいと思います。今日はですね、監督がコロコロ変わるよアメリカの大学野球というテーマでお話しさせていただきたいなというふうに思います。ですね、今週、昨日の試合がですね、シカゴにある大学との試合だったんですけど、ホームゲームだったんですけど、そこの監督がね、前、ミズーリバレー大学、僕の大学ですね、の監督だったんですね、が、凱旋試合みたいな感じで、やっていたんですが、一勝1敗で1日を終えたんですけど、最後にというか、実はですね、僕のことをリクルーティングしてくれた、僕に奨学金のオファーを出してくれて、で、僕をね、ここまで導いてくださったのが、実はその監督で、でその監督がね、僕のことを、買ってくれて、バッティングだったりとか、キャッチャーのね、スキルっていうのを認めてくれて、結果ですね、なんとか僕のね、野球人生における、野球留学の人生における、一つの目標である、全額奨学金っていうのを達成することができたんですね。なので、僕にとっては、すごく恩のある、監督で、それで言うとですね、すごく、恩があったんですけど、最初の半年でね、その監督辞めてしまったんですよ。そこのコーチに異動になってしまったと。言ったところで、でしかもその最初の半年で僕肉離れを起こしましてね、太もものハムストリングの肉離れを起こしまして、で本当にそういう意味では全く野球を元気にする姿みたいなのを全然見せれなかったんですね。なのでそんな中で野球をこの監督が変わってからね、ずっとここではしてきたわけですが、そうですよね、なんとなくしっかりとね、自分が活躍する姿を見せたかったなと、すごく恩があるのでね、思ってたわけですが、昨日の試合でね、スタメンで、僕で出場したので、最後にね、いい姿というか、一生懸命ね、野球を触ってる姿をね、見せられたんじゃないかなといったところで、僕的にはね、すごく良かったんじゃないかなといったところでした。で、最後もね、いろいろ話して、すごく痩せたなと、僕すごく減量したんですけど、痩せてウォークアウト頑張ったんじゃないのかとか言って、卒業した後はどうするんだみたいな感じで、いろいろ花を話をしてね、すごくなんだろうな、多分もう二度と会うことはないんでしょうけど、すごくなんて言うんだろうな、すごく寂しいというか寂しくなりましたね。やっぱり恩がある人、お世話になった人とね、こうやって最後に会って、でもすごく遠いんでね、もう本当にもうなかなかね、会う機会はないと思うんで、すごく最後に挨拶できてよかったんじゃないかなといったところですね。すごく寂しいです。はい。で、そんな中でアメリカの大学って結構コロコロコーチ変わったりするんですよね。日本だとそうですね、あんまり変わらないと思うんですけど、結構アメリカだと結果出ないとすぐ交代だとか、あと家族の事情でね、で今回の監督なんていうのも家族が、シカゴにいるので、そこに戻るっていった形で、学校移動したといったところだったんですけど、そういった事情とかいろいろもろもろで、すぐ結構監督ってコロコロ変わるんですよね。はい。なので、そういったところで言うと、まさにね、日本とは大きく違うところで、そこの監督のね、心をつかむ、ハートをキャッチするみたいなのが結構重要で、僕のね、今回の新しい監督っていうのはすごく若くてね、僕と年2つしか変わんないのかな、2つか3つぐらいしか変わんないような監督なんですけど、すごくね、がっ
あふれるエナジーあふれる方で、すごく僕は、仲良くやらせてもらってるんですけど、まあ、そういった意味ではね、すごく、いい監督に僕はずっと恵まれてたんじゃないかなというふうに思いますね。本当監督次第で結構チームっていうの色っていうのはすごく変わって、まあ、中にはね、まあ、ひどい監督もいるはいるんですよ、やっぱり、まあ、どこのアメリカでもね。まあ、そういった人にも当たってしまうと結構、まあ、なかなかね、ちょっと厳しいっていう人も、まあ、もちろんいるんですけど、やっぱりそういった監督でもやっぱり監督とねいい関係を築くっていうのを意識するのはすごく重要なことで、やっぱりコミュニケーションですよね。はい、まあ、やっぱり僕が意識してたのは本当日本と同じです。でもやっぱり最初に、まあ、そのファーストコンタクトの時にしっかり挨拶に行くとかで、まあ、自分のことをお話しして、自分はこういう選手だと、今後よろしくねみたいなことをお話しして、でちゃんと自分のことを知ってもらう。で、まあ、その上でいろいろなんだろうな、プレー中、野球のプレー中で分からないこととかを聞いたりとか、アドバイスを求めたりだとか、まあ、そういったことの積み重ねが本当に、まあ、信頼関係の構築につながってくると思うんですよね。でやっぱり、まあ、どの選手を使うのかで、まあ、どの、場面で、こういうどういう采配するのかみたいなのを決めるのは監督なので、まあ、そこの信頼関係っていうのは非常に、大事だと思ってます。まあ、何考えてるか分かんないやつを打席立てる立たせられるか、そこ信頼できるかっていうと、まあ、なかなか難しいですよね。まあ、そういった中で、まあ、ちゃんとコミュニケーションを取ってやっていくっていうのは、まあ、すごく重要なことなんじゃないかなといったところですね。はい、まあそうですね、まあそもそもね、日本とは違って、まあ、言語も通じないし、自分がね、まあ、アウェイって言ったらあれですけど、自分の、まあ、自分の場所じゃない自分以外の国で、自分の母国以外の国で、まあ、そもそも野球やってるわけですから、まあ、そこの時点でねだいぶね、まあ、コミュニケーションとか難しかったりすることもあるんですけど、まあ、僕のねラジオでもずっと言ってるように、まあ、それを気にしてるっていうのは本人だけなので、向こうからしたらもう自分その人のこと知りたいし、何を考えてるのかっていうのコミュニケーション取りたがってるわけですから、まあ、そこは、ね、全く気にしないでね、ガツガツアメリカでもやっていければいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあでもそういった意味では監督業もシビアですよね。前のラジオでねぜひ聞いてほしいんですけど、まあ、その夢があるっていうことですね。まあ、結果残せば残すほど、まあ、メジャーのね、スカウト、だったりとか、メジャーのスカウト、メジャーのコーチになりたりだとか、逆にねその大学のコーチだけど年収3000万円ぐらいもらって、コーチをしてたりとか、まあ、そういった夢のある職アメリカのコーチって夢のある職業だよって言った一方で、まあ、結果が出ないとねなかなかやっぱり長く契約してもらえないっていったところで言うと、やっぱりもう本当プロと一緒ですよね。プロと一緒で、まあ、非常にシビアだなといったところで、まあ、アメリカのねコーチ業っていうのはね、まあそうですね、まあ、そういった側面もあるよっていうことをね今日お伝えできればなというふうに思います。はい、今日はこんな感じのラジオでした。まあ、本当にね僕は縁に恵まれて周りに恵まれて、まあ、ここにまでやってきているんだなっていうことを改めて、昨日の試合で実感しました。まあ、これを聞いてくれてる皆さんのねおかげでもありますので、本当にいつもありがとうございますということで、このラジオを締めくくりさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。